私立札幌朝日が丘高等学校は北海道札幌市中央区朝日が丘6丁目に所在する私立高等学校。1958年に高校不足の解消を訴える市民運動から生まれた札幌市で3番目に開校した全日制の私立高校。地元では通称が丘と呼ばれており、学校祭は1989年度に 朝日ヶ丘祭と命名された。かつては深夜に学校から上山系温泉までを歩く上山系夜間遠足や札幌海星高校との運動会形式の対抗戦朝日ヶ丘海星定期戦など伝統校ならではのユニークな行事があったがいずれも現在は開催されていない2004年度より制服が一新された2008年度には 創立50周年を迎え、1年生による、もいは大和山遠足をはじめとした、生徒中心の記念事業や、著名な卒業生による記念公演、演奏会など、50周年メモリアルイヤーとして、様々な取り組みが実施された。2014年度現在、14の体育系部活動、12の文化系部活動、同好会、5の開局がある。男子テニス部、弓道部、 卓球部、チアリーディング部は過去全国大会にも出場経験がある。この坂公園、ありがとうございます。